ラスカル・スズカは、日本の競争馬、守護馬、常用場、半アニはサイレンス・スズカ。サイレンス・スズカと違い、長距離のレースを得意とし、3000メートル級レースでは、GI2000 を含む4戦1一勝、2着2回3着1回と、安定した成績を残していた。1999年、デビューは遅く、4歳の6月に、デビュー戦を迎え、 サイレンス鈴鹿の主戦機種でもあった竹豊が騎乗し、勝利を挙げた。その後、デビュー戦から3連勝を挙げ、初の重賞挑戦となる神戸新聞杯に挑み、2番人気に支持され3着となり、喫下賞への優先出走権を獲得した。迎えた喫下賞では、竹豊が同年のダービー優勝馬のアドマイアベガに騎乗するため、エビラ正マサに、 乗り換わりとなったが、アドマイアベーガを上回る3着となった。続いて出走したジャパンカップに出走し、エビダー・マサヨシが同年のオークス優勝馬の梅のファイバーに起乗するため、柴田・義富への乗り換わりで4番人気に支持され、5着となった。2000年、ラスカル・スズカの安状には、竹・豊が戻り、1月の万葉ステークスからの始動となった。万葉ステークスでは、 単勝1.1倍の1番人気に支持され、初のオープン価値を飾った。続く、阪神対賞点では、昨年の菊花賞で先着を許した、成田トップロードやテームオペラ王との再戦となり、馬券の人気も、当馬を含めた3頭に集中した。そんな中、2番人気に支持され、レースでは2着となった。人気の集中した。 上位3頭の副勝馬券及び3頭の組み合わせからなる拡大バレン馬券は全て1.0倍の元返しであった。続いて天皇賞に出走し3番人気で出走し2着となった。金社地賞では1番人気に支持されるも名称土涛の前に3着に敗れ宝塚記念では3番人気に支持されるも5着という結果だった。しかしその後、 右前浅く検炎を発症し休養することになった。2001年、復帰戦となった、キャピタルステークスでは、再び、柴田義富が起乗し5番人気だったが6着という結果に終わり、その後の有馬記念は回避することになった。2002年、日経新春杯では、竹豊が起乗し1番人気に、支持されるも6着という結果に終わり、京都記念を回避して出走した。 中山記念では当日起乗予定だった竹豊が落馬負傷し、急遽田中勝春が起乗し3番人気に支持され3着となるも脚部不安により長期休養することになる。2003年1年ぶりの復帰戦となった中山記念では7番人気で7着に敗れ、自走は初のダートとなったマーチステークスで9番人気で12着という結果に終わり、 その後、右前足浅く県炎を再発し引退することになった。翌年より、ブリーダーズスタリオンステーションで種ボバとなった。2004年シーズンより種ボバとなり、翌年にファーストクロップが誕生。その後、21頭が決闘登録された。2007年8月12日に小倉競馬場で行われた2歳未勝利戦をサン区のサンレイアイシングが勝利した。この勝利が、 産区の中央競馬、地方競馬を通じた初勝利となった。主な産区2010年の種付けをもって種ボバを引退し、北海道苫小牧市の農山ホースパークにて乗用馬として活動。その後、北海道岩内町のホーストラスト北海道にて余生を過ごしていた。しかし、2020年8月7日に戦痛を発症、翌8日にその病状が悪化し死亡した。 ありがとうございます。